大学1回生生の金子人生です。私の志は地域の人々と強いつながりを持った生活ができるようにするために空き家の改装を通して地域を活性化することです地域を活性化するときに私は空き家に注目しました平成30年時点で全国に約849万とある空き家を地域の人々が交流できる場所にリフォームしたいですその目標は への第一歩となる活動として8月28日から9月3日の7日間サークルのメンバーとともに広島県の江田島に行き空き家をリフォームして民泊やコーワーキングペースとして利用できるようにするという活動を行いますこの活動は江田島の人々に刺激を与え空き家問題の解決につながっていくと確信していますまたこの活動を広めるために 同じ大学の生徒や地域の高校生を対象として報告会を開催します。また、活動内容をインスタグラムで発信していきます。空き家の問題の解決を通して地域の活性化を目指します。これからも活動を行っていきます。